側はポッカポカで気持ちいいな。よくおじいさんもそこで新聞を広げて読んどったわね。けどよくタバコを吸うもんだからタバコの灰を落としちゃ畳を焦がしてね。あわー、本当だー。よく見るとタバコの焦げ跡があるね。そうでしょう。うとうと居眠りなんかすることもあったからヒヤヒヤだったのよ。まあ今じゃあ私も鍋をこうばらかしてみんなに心配かけとるけどね。ほんとだよ。でも火災警報器この前電気屋さんにつけてもらったから安心だね。おばあちゃん、お米買ってきたよ。ありがとうね。台所に運んでくれるかい。はいよ。太郎くん、見て見て、ここの畳、おじいちゃんがタバコで焦がした跡があるんだよ。わあ、ほんとだな。じいちゃんってよくタバコ吸ってたからな。昔は部屋の中でもどこでも当たり前のようにタバコを吸ってた時代だからね。今じゃああちこち禁煙のところが多くなったからタバコの火事も減ったんじゃないの。そう思うだろう。ところがどっこい、タバコによる火災は年間の火災件数に対する割合で見るとあまり減ってないんだよ。減ってないんだね。それと名古屋市内の火災原因の中でもタバコによる火災はいつもワースト3に入っているんだ。タバコの火が何かに燃え移って火事になるというのが大半なんだけど、枯れ草や紙製品、ゴミくず、ついで布団類の順で多いんだよ。なるほど。道端でポイ捨てしたり、ちゃんと消えていない吸い殻をゴミ袋に入れちゃったり、あとは新聞読みながらとか、お布団で寝た箱とかが想像できるね。おじいさんがやってそうなことだったわね。最近では家庭内でも分煙が進んで、ベランダや庭先で吸う人が多くなったんだけど、その吸い殻の不始末が原因の火災も目立つようになってきてるんだよ。タバコのせいで大事なものを失っちゃわないように気をつけてほしいね。焦がしてる。タバコを吸う人に絶対にお願いしたい5つのポイント。1、灰皿の周りに燃えやすいものを置かない。2、寝タバコは絶対にしない。3、タバコに火をつけたまま灰皿に放置しない。4、灰皿に吸い殻をためない。5、灰皿に水を入れしっかり消火する。毎年3月1日から7日まで春の火災予防運動が実施されます。火を消して不安を消してつなぐ未来。この機会に住宅用火災警報器の点検を行いましょう。設置から10年が過ぎたら機器の取り替えもおすすめします。